松原健一は、日本の分子生物学者。大阪大学名誉教授。文化勲章受賞者。東京都出身。1934年、東京都生まれ。東京大学大学院科学系研究科博士、家庭修了。1961年、金沢大学医学部助手を経て。1964年、九州大学医学部助手。同年、米。 ハーバード大学生物学教室研究員。1967年、米、スタンフォード大学医学部生科学研究員。1968年、九州大学医学部助教授。1975年、大阪大学医学部教授。1978年、同分子遺伝学研究施設長。1982年、同細胞工学センター教授。 1987年、同センター長。1998年より、奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス、研究科教授及び、財団法人国際高等研究所副所長。1989年には、国際人ゲノム機構の初代副会長に就任。1997年、私獣報奨受賞。2006年、文化功労者。 2017年文化勲章受賞。遺伝子組み換え技術を使って B 型肝炎ウイルスのゲノム研究を進め、酵母を使ってワクチンを大量生産する道を開いた。1999年にベンチャー企業 DNA チップ研究所を立ち上げ、日本国内における DNA チップの開発を積極的に行った。ありがとうございます。